はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、また乗り鉄、鉄道に乗ってみようと思うんですけど、今日はね、追撃スペシャルをやってみようと思います。っていうかね、追撃、まあ、前回ね、やったと思うんですけど、火の鳥を JR で追う、ね、大阪難波から名古屋まで火の鳥を JR で追って名古屋で迎えるみたいなね感じでやったんですけど、今回もちょっとやってみたいと思います。で、今回やるのが、JR 南紀、 JR の特急南紀ですね。これをね、近鉄特急で追う、これをやってみたいと思います。で、今どこにいるかというと、須野駅にいます。須野駅で見送った南紀を名古屋で迎えると、これができるのかできないのか。南紀も特急、近鉄も特急ということでね、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。追いかけるで。だ、今回乗るのは近鉄特急乗ります。で、列車位置情報を使って南紀の、位置を追います。はい、もうピンでやってたら それしかないですけどね。はい、さあ、運賃なんですけど、津野駅から近鉄ですね、ぐっと見て近鉄まで1020円ですね。はい、これ JR だと1290円になります。ただ特急券がいるんでね、どちらも。さあ、特急南紀8時41分発です。これを見送ってから近鉄特急に乗り込みます。さあ、通から名古屋まで追っていきたいと思います。まあ、そんな感じでね、頑張りたいと思うんですけど、ちょっと楽しみですね。とりあえず、特急のね、南紀を見送ってから近鉄に乗ります。まだ午前中なんでね、結構人が、通勤通学の方がおられます。伊勢鉄道線も止まってますね。ルンルンですよ、ほんと。伊勢鉄道線止まってますね。寒っ。阿漕の駅の手前ですね、これでしょう。特急南紀2号、これですね。これを見送らないといけないんですけど、特急南紀を追っかけて名古屋駅で迎え入れましょうということで、行ってみましょう。よろしくお願いします。ちょっとダッシュで行くよ。朝から何やってんだって話ですよね。
でもね、前の JR と違って、これ、津の駅はね、よいしょ、怖かった。そう。かけていきましょう。さあ、特急南紀を追いかけて出発しました。8時47分発名古屋行きの近鉄特急ですね。いざ出発ということでね、8時41分に、JR の南紀、特急南紀が出発しているので約6分差があります。さあ追いかけていきますよ。まあ6分差だと結構ね、勝負するんじゃないかなとか思いながら、さあスピード乗ってきました。107キロ、こんな感じで行ってますね。で、特急南紀なんですけど、伊勢鉄道線走ってます。で、伊勢鉄道線はちょっとね、列車走行位置がわからないので、ちょっと見れないんですよね。なので伊勢鉄道出てからなんですけど、これ白塚の駅です。これね、集いがほら、これ集いこういう欄も逃さず撮ってます。集いがありましたね。ぐん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 スピードを出してね、行ってます。さあ今回ね、この特急南紀を追いかける際に使ったのがこの特急券のインターネット予約サービスです。これをね、持っているともう、こう南紀を見送ってからでもすぐその場で特急券が買えるのでいいと思います。ということで白子に間もなく到着です。さあ白子に到着で、伊勢鉄道線にね、入ってる特急南紀、本当どこいるのかね、この時ドキドキだったんですけど、まだ伊勢鉄道線から出てないので、列車走行位置には表示されません。まだこういう感じでね、名古屋行きの普通は出てるんですけど、これ河原田で多分特急がポンって出てくるはずなんですよね。まだですね。さあ白子の駅を出発しました。こんな感じでね、進んでるんですけど、海側を走ってるわけなんですね、近鉄は。さあスピードも上がってきたんですけど、地図で言うとこんな感じですね。赤が近鉄、青色が JR、まあこれぐらい進んでるだろうな想定です。さあ特急券には乗車券の他に特急券が必要ですということですね。近鉄特急は特急券が必要です。さあまだ出ませんね。おっと、というと、おっと、出てきましたね。この赤色ですね。赤色がこれ、
南紀2号これですね、これをねちょっと追いかけていかないといけないんですけど、四日市手前まで行っております。近鉄特急もねスピードガンガン上げて行ってるんですけど、もう四日市コンビナートが見えてきたんで、そろそろ四日市の手前まで来てるんですけど、塩浜町ですね、塩浜町通過です。四日市まもなく着くんですけど、更新すると南紀の方は富田浜の手前にいます。四日市はもう過ぎたってことですね。そんな中近鉄特急は四日市に到着。さあどうなるって感じですよね。追い上げれるのかって感じなんですけど、こんな感じですね。ここでね普通と入れ違いを行っているのでしょうか。さあそんな感じでね、現在の位置なんですけどこんな感じですね。赤が近鉄、青が JR ということでね、まあ、途中で交差してねこう入れ違ってるんですけど、やっぱり南紀の方が若干先行してるような感じですね。さあこれをひっくり返せるのかどうかということですね。ひっくり返したといってもあれなんですけどね、名古屋駅のホームまで行かないといけないっていうのもあるんでね、そこも考えないといけません。さあちょっとピョンって伸びてますけどね、近鉄はこの辺ですこんな走り方はしてないんですけど、こう場所はここなんですけど、ちょっとね GPS が、ね、なかなか。さあスピードは107キロ、左のスマホバリバリに割れてますよねこれさあそんな中ねポイントになるのがね、近鉄のね、ここ富田の駅だと思ったんですけど、ここでね近鉄もスピードが落ちるんですよ。カーブ曲がるので富田の駅、近鉄富田の駅はこうブーって上ってね、スピードが落ちるので、これ46キロ45キロになってると思いますけど、南紀の方はもう富田を出発して朝日の手前まで行っております。ということはここで近鉄 JR と交差するんですけど、もちろんいませんよね。これ JR 富田の駅ですね、もちろんいませんということで残念で、あのイオンモールで僕はハンコを買ったことがあります。さあ地図で言うとこんな感じですね。まあ、まだ JR 南紀の方がね先行してます。このまま多分桑名には先着するんでしょう。ということで桑名の駅まもなくね、南紀は到着するっぽいです。これが2人いたらね、なんか映像2つに割ってねなんかやりたいんですけど、なんせピンなんで申し訳ございません。さあ近鉄はこんな感じ。さあこれ前 JR 線ですね、 JR 線が見えてきました。そして桑名の駅に到着です。あれあれじゃないね、あれは違いますね。さあ到着です、桑名の駅到着です。だいぶね
どうなんでしょうかって感じですよね。さあ長島を手前までもう桑名は出発してますね。南紀はさあ近鉄特急も桑名の駅を出発です。さあ JR の上を通るんですけど、ここでもねちょっとスピードが、落ちる場所なのであれなんですけど、出発します。ドキドキですけどね。さあコンセントつないでね、ちゃんとずっとスマホ立ち上げたままだったんで、さあポチッとな、あ長島の駅付近ですね、越えたっぽいですね長島の駅。さあ揖斐川長良川の橋梁です。この辺で見えるかなと思ってね、ちょっとね慌ててデッキに出てね撮ったんですけど、この辺ではまだもう通過した後でしょうね。南紀がもう万が一もしかしたら撮れるのかななんて思ったんですけど、なんかね抜かすにしろこう目の前で抜かしたいですよね。さあ木曽川も渡って弥富の駅に入りました。弥富の駅です。弥富の駅通過。さあ愛知県に入ってきましたよ。まだまだ走ってるんですけど、さあ弥富の駅を通過してどうなってるのでしょう。特急南紀も弥富の駅を通過してますね。で永和の駅が間もなくなんですけど、こう前から普通列車が来てるんですよね。さあこれは富吉の駅を通過です。さあこの辺でね並びましたね。ほぼほぼ並んでる状態なんですけど、さあこれ蟹江の駅ですね。蟹江の駅を通過で JR も蟹江の駅があるんですけど、特急南紀はまだ蟹江に届いておりません。永和の駅です。多分この永和のあたりで普通列車、あの普通列車と入れ違い待ちをしてるんでしょう。ピースしてます。これ勝ったなって感じで、さあ永和から離れていったんですけど、まだ蟹江には到着してないんですけど、近鉄は高架を登ってきました。 JR 線と最後の並走を持ってきました。ただねこれねこっからなんですよ。JR に先着してもね JR のホームまで行かないといけないっていうのがね、まあ今最終的にはこういう感じになってますね。今 JR までのホームに行かないといけない、あのバカでかい名古屋駅のホームまで行ってね、入ってくるとこを見ないといけないっていうのがね、またこれがちょっとねまた時間食うなみたいな、切符買わないといけないんでね、まあ、そんな感じでね間もなく名古屋の駅に到着です。さあI'm
あれ、ここで合ってんのかな。走った。まだついてなさそうですね。9時40分。あ、来た来た来ました。あれですね、12番線の列車は車庫に入ります。この列車にはご乗車できませんのでご注意ください。乗車員さんも2人いる。 Track number 12 will be taken out of service. Please do not board this train. はい、ということで、名古屋に来ました。津の、ね、駅から特急南紀を追ってね、近鉄特急で行ったんですけど、まあなんとかね勝つことができましたね。蟹江、やっぱりね英和で多分列車対抗待ちをしたと思うんですけど、そこの時間がねやっぱり結構長いんですよね。はい、それがまあ勝因ですよね。はい、まあそんな感じでね、本当ね、まあ名古屋にね多分先着するだろうと思って、こう先着はするだろうとは思ってたんですけどね、その後がね、あれだ、まあなんとかうまくいってね良かったです。まあこんな感じでね、またねいろいろとやってみたいと思います。はあ、圧倒的に近鉄がね勝たなくてよかったなって、結構ねこう見どころもあったかななんて思うんですけど、まあそんな感じでねまたね、いろんな乗り比べやってみたいと思います。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。さあ名古屋から帰るんですけど、これビスタカーなんですけどね、人気、みんなスマホ構えてる、本当人気です。そんな感じでね、もう動画の撮影終わったんで帰ろうかなと思ったんですけど、これ帰りよくよく考えたらね、南紀が10時1分発で、今のビスタカが10時10分発なんですよ。で9分ハンデがある。これね、んと思って、まあ見送りはしなかったんですけど、南紀をちょっと妻でどっちの方が早いのかなって比べてみました。10時10分まさにトンボ帰りですよ、もう。という感じでね、これ JR の線路、前線路なんですけどまだ見えませんね。でも英和の弥富の手前にいるんですよね。で近鉄もね、これ富吉の、車両基地なんで、結構ねいい勝負してるんですよ。で英和を超えてるんで、列車の入れ違い待ちももう多分終わってもう突き進んでると思うので、いい勝負になるんじゃないかなとか。でこれ木曽川の橋梁なんですけど、特急南紀もね長島過ぎたところなんで、今揖斐川の橋梁とか渡ってるぐらいなんじゃないかなと、まあ勝手に想像したんですけど、そんな感じでね。でこれビスタカ2階建てからの風景なんですけど、桑名駅ですね。桑名駅でワンチャン見れないかなっていう感じなんですけど、見れませんでした。多分過ぎ去った後だと思います。出発した直後ぐらいかなとかっていうのは想定できたんですよね。さあ桑名出発して、まだ朝日の駅まで行ってないのであれなんですけど、こっちもね桑名の駅を出発しました。
さあ近鉄富田の手前です、今僕が乗ってるのは。そしてこっちが富田の駅ぐらいを通過してるんで、これはもしかしてと思って近鉄四日市の駅に到着です。だからほんとね、一緒ぐらいの場所を走ってそうな気がするんですけどね。これ四日市ですもんね、更新すると四日市。さあ四日市の駅も出発してね、ここでね JR と入れ違うんですけど、そこでワンチャン見れないかな、いませんでしたって感じでね、どっかで見たいよねみたいな。さあ塩浜を越えました。こっちも河原田の駅入っていきます。ということで伊勢鉄道線に入るので、列車1走行には表記されないということでね、これ最後なんですけど、伊勢鉄道線映してるんですけど見えません。でバッと出てね、これ津野駅の手前です。津野駅の手前まで来ると、ああ南紀走ってるじゃないですかって感じでね、やっと見ることできた。ここで追いつくんですね、こういう難もありました。まあちょっとねサクッとなんですけど、特急南紀ですね。いやー結構だから帰りもいい勝負したんですね。ちょっと帰りはねサクッとになっちゃったんですけど、こういう感じでね、なりました。ということで良い勝負しましたね、帰りは。もう全く動画撮るつもりなかったんですけど、いい勝負しました。まあでもやっぱり9分ですね、半で9分ぐらいでちょうどいい勝負になるのかなっていうようなイメージです。ちょっとね、行きの5分じゃやっぱりそれぐらいのね差がやっぱりあるのかなという感じですね。9分差ですね、半では9分が一番いいです。はい、こんな感じでした。ありがとうございました。